はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。この動画はサウンドローの提供でお送りします。パソコンとウェブブラウザーさえあれば自動的に AI が作曲してくれるサービスがあります。皆さん、 BGM の音楽が必要になることって多くないですか？例えば僕だったら写真のスライドショーを作って BGM を流したりとか、あと写真展をやるときも BGM が欲しいです。そうじゃなくてもね、 Vlog とかトーク動画とかのね、動画配信なんかを日常的にやってるといろんな BGM が欲しくなりますよね。それ以外にもゲームのアプリなんかを作ってらっしゃる方、それからですね、動画広告を作ってらっしゃる方とかね、そういった方々も BGM が必要になるんじゃないでしょうか。権利的に問題のない BGM となるとね、自分で作曲するのが一番ですけどもね、楽器の演奏ができないとかね、音楽の知識が全くないって方が大半じゃないかなと思います。僕なんかはね、自分で作曲とかもしてた時期ありますけどもね、それでも最近のね、動画配信とかその毎日やってるペースとかで作曲するっていうのはかなりきついですよね。パソコンとウェブブラウザーさえあれば AI が自動的に作曲してくれる、そんなサービスがあります。それがサウンドローです。動画配信だとかオリジナルのゲームアプリなんかに BGM をつけて商用利用できる、ここポイント、商用利用もできる、それがサウンドローです。まずはね、テーマとムードを選びます。今回ハッピーな感じでいってみましょう。曲の長さ1分半にしました。それからテンポを選択したりとか、あと使用する楽器、それからジャンル、楽曲のジャンルですね、そういったものを選んでポチッとボタンを押しますと、これでしばらく待っていると楽曲が生成されるわけですね。ずらーっとずらーっと出てきましたよ。生成される楽曲は1曲ではありません。いろんなタイプのがね、ほら全然違う曲でしょ、今視聴してますけども、全然違うタイプの楽曲が、生成されるわけですね。この中から自分のイメージに合ってるもの、より近いものを選択するわけですね。ここまでで3曲視聴してみましたけどもね、全然違うタイプの楽曲でしょ、ね。テーマとムードを選んだけども、いろんなタイプのね、合いそうなタイプのどれが合うのかなっていうのはね、私たちが選ぶことができるわけですね。こういったところはね、すごく嬉しいなと思いますね。ニーズをよく掴んでるなと。やっぱりね、選べるってことはね、自分で作ってる側の人間としてはね、すごく大切なことなんですよね。自分で選んだという事実がすごく大切ですからね。この曲をさらに編集するというのをポチッと押しますと、こういう画面が出てきますね。このブロックみたいなもの、こういうのをポチポチとするだけでですね、わかりました？楽器の数が増えたでしょ。逆に減らしてみましょうね、今ドラムとベースを抜きました、ね、今度はドラムとベースを入れましてメロディーを抜きます。はい、リズム帯だけになりましたね。という具合に、自分のイメージに合わせて楽曲をさらにカスタマイズすることができます。もちろんね、生成された時のまんま使用することもできますけどもね、あとこのプラスマイナスを押すと、今マイナスをしましたけども、楽曲短くなりましたね。それからさらにテンポも、またここでもテンポも再設定することができるわけですね。かなり遅くなりました。かなり遅くなりましたけどもね。こういう編集をさらに加えることによって、よりイメージに近づけていくことができるわけですね。あとはね、要素ごとに音量を変えたりとかね、楽器のパートをね、ちょっと変えてみたりとか、そういったこともできます。あれ、また全然イメージ違いますね。はあ。それからキーはね、音程の高さですね。ほらほらほら、高くすることで全然印象変わるでしょ。
さっきまではすごいポップな曲だったけどね、今落ち着いた朝のムードみたいな感じにね。で、ここで音量を変えたりとかっていうこともできて保存しました。で、これをね、さらにお気に入りに登録しておけばね、いつでも聞くことができますけども、これをはい、シェアボタンでポチッと、この URL をシェアすることによって、制作チームとかでね、データをシェアすることもできるわけですね。あとここに動画を設定することができます。実際に、ブラウザ上で動画を読み込んでですね、BGM が合うかどうかっていうのも確かめることができると。あとはね、WAV ファイル、波形データをダウンロードして動画の BGM に使うとかね、そういった作業をするわけですけどもね、既存の音楽ストックサービス、まあ著作権フリーのものの中からね、選ぶっていうことをするとね、やっぱ大変だと思います。それよりはイメージに近いものをポチッと生成した方がね、本当に一瞬で済みますからね。パソコンとウェブブラウザーさえあればできてしまうっていうのはね、本当にポチッとやればできてしまうっていうのはね、今の時代のスピード感に合ってますよね。秒でコンテンツをアップロードするような時代だからこそ、もうすぐに BGM が生成される、このスピード感やっぱりね、大事だと思います。さて、今ご覧いただいてる映像は、以前もちらっとお見せしたことがあるかもしれない、僕がビデオウォークした時の映像だったりしますけどもね、この映像にサウンドローで生成した BGM をつけております。まあ、それだけでね、全然見違えてきますよね。どうしてもね、配信スピード、今の配信スピード、毎日動画投稿みたいな感じでやってると、動画を作るのも一生懸命やらなくちゃいけないけども、 BGM もちゃんとしなくちゃいけないってなったら、結構個人レベルでは無理があるんで、動画に集中しつつ、もう音楽の方は完全にサウンドローで AI にやってもらうっていうのがね、そういう方がクオリティの面で、保てるんじゃないかなという気がします。さて、ビデオウォークに関してはですね、ビデオウォークコンテストというのを控えております。詳しくはですね、この動画の説明欄にありますのでね、そちらの方のリンクを見てみてください。よろしくお願いいたします。